毎度フローターパイロットのひろぼうです。今回は久々にダイワさんのリールを買ってみました。一番最初に買ったリールがダイワのファントム SM5 です。それから30年以上経ったリール、どんな感じなんでしょうか。開けてみたいと思います。タトゥーラ SVTW の 8.1 の右巻きになります。買った値段はだいたい1万7000円ぐらいです。それではオープン。よいしょ、いいんじゃないでしょうか。ワクワクドキドキ、こういう感じですね。いいんじゃないでしょうか。パカッと開きますね。すごい、ファントムと比べるとこういう感じですね。やっぱりちょっと大きくなってますね。そして30年ぐらい前から比べると、ベアリングも2ボールベアリング、そしてローラーベアリングは入ってないんですけども、ボールベアリング6個にローラーベアリング1個になってます。すごい。主にトップで使おうと思っているので 8.1 対1を買いました。今回はサンラインさんのシューター55ポンドを巻いてみたいと思います。こういう感じで巻けました。やったね。それではまた秋ぐらいにフルメンテしてみたいと思います。それまではこき使おうと思ってます。ご視聴お気に入り。